心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ、何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？おう、組長さん。松重。何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万、どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松茂。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。
出かけるの。私も行く。キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか。サイの花屋、この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。伊達さん、遥かのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。なあ、あんた張り紙あったろ。使用厳禁。ちゃんと見たか。じゃあ何されても文句ねえな。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はいはい、ええ、そうです。わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュウさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。キリュウカズマ、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花屋。何の情報が欲しい。登場界の100億、それにユミとミズキって姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ。情報を集めるのも
金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がないだろうな。おいおい、10年前、堂島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはトドのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道を思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここは西の河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。三人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか桐生、これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かったか。準備ができたら声をかけてくれ。またな。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。レディースンジェントルメン、ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国道キルカズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、米国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ時間無制限、ルールなし。Hiya!
気流、快進撃が止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ネガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホーズ。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルさん。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。キリュウ、途上界の100億とユミとミズキって女の話だったな。途上界三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東上会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのはユミって女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東上界で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで瑞希の娘ハルカか。なんだって？東上界は瑞希の娘を探している。ハルカ今俺と一緒にいるんだ。ハルカ、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かハルカだった。それがユミかミズキってことは？さあな。女の顔は見たが
俺にはそれがユミって女か水木って女かもわからねえ。得体のわからん奴とは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？こいつは驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ。奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？トラブルです。なんだ。ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。伊達さん、すまねえ、はるかが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。電車は引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花屋。久しぶりですね。
伊達さん。桐生、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組のやつらだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。久しぶりやの、キリュウちゃん。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。キリュウちゃんならわかるやろなあ。おりふハハ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 言うたやろ、キリュウちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジやなあ。もうこれ以上じらすなや、キリュウちゃん。行くで、勝負や。
これでこそ、キリュウちゃん。いや、まだまだ、行くぜ。勝負はついた。はるかを返せ。アホ。死ねや、キリュウ。おやじ、なんで？キルちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジム、おやじ、おやじ、おい、救急車だ、早くしろや。おじさん、はるか、怖かった、怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、はるか。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん、誰だ、キリュ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ、弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん、大事なお守りだから。これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？うん。何者なんだ一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。おい、待てこら。おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か。おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな。なんでそんなことした。おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが。筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら、組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万
どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ。バカ野郎。てめえ恩を後で返す気か。すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも詰めていらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すいません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 。風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。気流ならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キルちゃん今日はどうするの？何か新しい手がかりを探さないとな。町に出てみるか。大丈夫？キルちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。私、河原のもんでモグサって言います。今、花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうも、ボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くって。でも、私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が？大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。キリちゃん、それがあんたの息子か。キリュウ、お前いつからそこに？いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ悪かね。
どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那じゃないですか。うん、誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやお久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああそうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ。完璧に情報をでっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前サイの河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、わかった。それじゃあまた。くそ、教官逃げろ。うん、一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ、組長に言っとけよ。娘さんは、教官は俺が幸せにしますってな。山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え？じゃああんた後部組。違う。
訳を話せ。どうなってるんだ。追われてるんだ俺たち。強化の親父アトベ組から。何があった。強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ。デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこれ。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと。行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。タカシのことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。なんだ貴様。どきなさい、私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。タカシは、タカシはどうする気。お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの、私が一人でお金を持ち出したんだからタカシは関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。強化、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても強化を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。随分賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。
引こ出ろ。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。死ぬ気か。殺すじゃボケ。大した根性だな。この人数相手に話はしめだ。やれ。たかし、ああ、取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組抜けるってか。は、黙りなさい。いいよたかし、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺、あ、俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って、頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。明石、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え、京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。
花から組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。ああそうだ、そういえば高志の連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。会長さん、もしもし。ああ、キリュウちゃん、私レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの、ちょっとセレナに来てくれないかしら。分かった、すぐに行く。それじゃあ早く来てね。キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよバカ。何何。サヤって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺、ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。ねえおじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。
どういう意味だ。え、どういう意味って。ごめんね、やっぱなんでもない。でもどうすんの、さや。すぐに見つかるって。行こう。さや。ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか。はあ、知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの。お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。ちくりたきゃちくりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。おじさん、さやの味方？多分な。そっか。実はね、さや、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子やばいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？約束があるんです。いらっしゃいませ。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい？誰でもいいやつの質問ならどうでもいいよね。いらっしゃいませ。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい？そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。出直してきな。いらっしゃいませ。翔太郎はいる。お客さん、知り合いかい？そうかい。そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いものは。ふん。まあ、分かりやすい質問だ。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。あ、キリュウさん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるか。ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか。さや。え、お父さん。お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ、今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それは。お父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして。そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや。帰るね。さやちゃん。くそ。何よ、あんたたち。さや。
ったんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。ちょっと気がかりですね。何がだ。翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、なんか悪い連中とつるんでよく遊んでるんです。変なことに巻き込まれてないといいんですが。すみません桐生さん、ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんて。いや、いいんだ。それより伊達さんが心配だ。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために。いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太はどうしたんだ。今日は早番だったんでもう上がりましたよ。桐生さん、翔太が言ったの。マチキンから借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、
どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その待ち金の場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。お前ら。ねえあんた、さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20、俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太さ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。ん、おい翔太、何やってんだ。こいつさつか。へえ、4か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だねあんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げきれないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん。なんだてめえ。あんた初めからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。一緒にぶっ殺してやる。Yeah!
400だって？冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文出せよ。借りができたな、キリュウ。いや、お父さん、普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。 お父さん。サヤ、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら、俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。